松下秀和さん、そして宮田修也さんです。今日はですね、探検道の演舞をしていただけることになっております。この探検道はですね、片手による小太刀の技となっております。短い小太刀を右手に持って、右手を前に、右足を前に構えて、相手の胴や喉を突く、丸または小手、面を打つというですね、そういう武道となっております。今ですね、胴の突きの演舞をしていただいております。剣を持つ手の右手ですね、そして右足を前にという形が基本だそうです。三本突き、そして左手で相手の刀を押さえるということもします。これが探検道の特徴だそうです。相手のですね、隙を払って胴を突くという、そういった演舞を見せていただきます。さあ、ご覧いただきましょう。まずは相手の担当を押さえてからですね、制圧にかかるという、そういう演舞を見せていただけるそうです。はい、相手の面打ちをかわして、相手の胴を突くという、こういった演舞をしていただけます。
検査。続きましてですね、お互いの一騎打ちを見せていただけるそうです。ご期待ください。さあどちらが勝つでしょうか。勝ち負け明らかですね。さあもう一本見せていただきましょう。はい、大変気合の入った演武を見せていただきました。はい、大阪市獣剣道協会の皆さんによるパン剣道をご覧いただきました。